おたにさん、おたにさん、はい、How are you? おたにさんが、はい、How are you? っていうコマーシャル知ってる？知らない。何のコマーシャル？青汁。そうそうそう。知らないですけど、大谷さんが、我らの大谷さんが、はい、打ったな、はい、10号、11号、2打席、はい、連続で打ちました。はい、やりましたよ、やりましたよ。これでホームランランキングも、5位に浮上、11本で、はい、まあ、今1位はヤンキースのジャッジ、16本で走ってるんですけれども、はい、豊さん久々に、ジャッジもでかいな体半端なくでかいなあいつ、はい、で、2位は、はい、同じくエンゼルスのトラウト選手。いい選手だな、はい、本当にな、うん、はい、で、大谷選手、まあ、今年ちょっと不調かなんていうふうに言われてましたけれども、うん、それでももう、ね、11本、2桁乗せましたから。やっぱマークも厳しいよな、うん、それとやっぱ年齢的に多少二刀流が少しずつきつくなってるからっていう、まあ、例えば股関節の張りだとか、はい、この前は腰の張りだとか、うん、まあ、いろいろちょっとずつこう出てきてるよね、はい、それ二刀流って大変だよ。そうですよね。右で投げて左で打ってみたいな、うん、走って打って守ってみたいな。そうです、そうです。そりゃ大変だと思うよ。なんて言うんだろうな、まあ、本数が減る減らないっていうのは、まあ、マークもあるよね、うん、やっぱ打たれたくないよ相手。そうですよね、うん、でも打っちゃうんだから。そうです、10号、11号で、まず10号最初のそうなんですけど、まあ、ちょっと泳ぎ気味で拾うような感じでね、はい、打ったけども、はい、あれはやっぱこう技術だね。あ、ライト方向大谷のね、うん、まあ、柔軟性というか大谷が持ってるこう膝の柔らかさだとか、はい、そのアークのこうバットのアークの大きさだ、ね、で持っていったけどね、はいはい、で次11号の方は完璧だよ、はい、何の文句もないよお前なんかあるのか文句何にもないセンター方向にでしょ。気持ちいい。いや気持ちいい、うん、いやだからまあやっぱ見てるとマークもされてるな。歩かしていいところは、うん、ところは無理しないし、まあ、振ってくれたら儲けもんというところもあるしね、うん、だからそういうような投球されるとなかなかホームランって打てないけどね。そうですよね、うん、ただどうしても去年のあのポコ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 打ってたイメージと比較しちゃうと今年ってちょっとそのスローペースなのかなとかバッティング自体どうなのかと。去年は打つんだったら打ってみろみたいな、うんうん、バンバン来てたよ。だからカンカン打ってたよ、はい、でも今年は打つなら打ってみろって言ったら打たれるから、はい、いやこう打たれないようにっていう投球をするからさ、それはやっぱりそのマークはするよ。バカみたいにさバカバカいかないよお前確かに打たれるだけですもんね。そうそうそう、いやだからまあそこら辺のマークのされ方だとか、うん、攻められ方、まあ、それはちょっと変わってきてると思うよ。だからすごい調子が悪いっていう、まあ、疲れはあるかもしれないですけど、うん、去年のすごい調子を落としてるってわけではない。まあただね、まあ、何でもそうだけどさ試行錯誤するんだよ、うん、もっと打てるためにはこうした方がいいとかさ、うん、こうやったら打てるんじゃないか、もうちょっとこうやったら率が残るんじゃないか、いろいろ考えながらちょっと少しずつやっぱ形も変えようとはするんだよね、はい、それがしっくりいくときといかないときとか、まあいろいろあるんだよやっぱバッターって。まあ例えばバットこれだけでも短く持つだけでもやっぱ変わるわけだからね、芯の位置がこれだけ変わるわけでしょ先行きが。そうですね、うん、いやだからそのぐらいこう微妙な微調整とかやりながらやってるから、で自分のいいものをより出そうとするから、まあ、それがしっくりいくと打てるし、しっくりいかないと少しこう慣れるまでに時間がかかるしっていうところでね、まあやっぱこの形でいい、この打ち方でいいっていうことは毎年同じようにはいかないんだよね。そりゃそうですよね。やっぱりね一つ年を取るっていうことはやっぱそういうことなのよ。豊さんもそのやっぱり現役時代ってやっぱ年を取っていくにつれてやっぱりその微妙な体の変化とか、変化とかバッティングフォームも変わるしさ、やっぱそういうことだよね、うん、それとやっぱ股関節の痛みがあったりだとかさ、腰の痛みがあったらやっぱ多少打ち方っていうのをさ変えていくよね、はい、だからそれはやっぱ人間がやることだからさ、やっぱどっかの不具合で形がこうなりましたっていうことはあるよね、はい、だからそれはまあ大谷の中でいろいろ感じながらやっていることだと思うよ、うん、普通にやれば大谷は3割の50本、うん、はい、100打点以上はできる選手だよ。だけどそこにはやっぱり何かの不具合を起こしてたりだとかさ、まあ例えば肘がものすごく張ってて握力がちょっと低下してると、それだけでもやっぱホームランとか長打に響くわけだからね、はい、やっぱその大谷しか知り得ないことっていうのは体の中に起きてる可能性はあるけど、はい、でも今年の数字だって別に何を求めてんだって、うん、
確かに何無理出すの故障しちゃうからやめなさいよ無理せずに無理せずにああそうかで一応順当にいけば今のところと日本時間の3日に今度登板予定一応これもう一応張りとかも関係なくもう登板するみたいなちょっと一回飛ばした方がいいような気がするけどななんか一応確定にしちゃったみたいなんですけどまあまあでも内転筋だとかから始まり腰の張り、はい、腰をかばうとまた肘に来ないかなとか、うんまあいろいろ心配事はあるけどね、はい、まあ大谷が了承してるんだったら、うん、まあそこら辺の回復力っていうのはあるんだろうけどねうんまあだけどちょっと一回俺は飛ばしてほしいなと思うけどねそのバッターとしては出るけれどもピッチャーとしての登板をってことだよねああそう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 大谷が投げるときもっと打てよって話よ本当打たないなだあれみたいなんですよあのヤクルトの石川投手が投げるときなかなか援護点がないとか、ね、やっぱ緊張しちゃうのかな なんですかね、まあ、佐々木朗希もそうだよな、はい、山本投手もそうなんですよねやっぱね相手も必死になるんだよこいつだけは負けたくないみたいなこいつと投げ合って勝てば俺の方がヒーローだみたいな、うんまあ、そういう人間的な心理っていうのはあるよね、うん、そりゃそうだよ一番目指すとこだからそうですよねそこね一番ピックアップされるとこだからここで活躍しとけばみたいなそうだから大変だよ大谷もなですよねただチームとして本当に今シーズンあのエンゼルスいいので出られそうっていう、まあ、出たら出たらまた負担かかるから大谷はい出なくていいよまあやっぱ勝ってそういう舞台にね、はいまあ、立ちたいだろうし、うんまあ、そのために大谷も頑張ってるしね、はい、やっぱ勝てなきゃ意味がないというね、うんまあ、大谷が一番こう口に出して言ってることだよね、はい、やっぱ勝つためにやっているというね、うんまあ、その夢は叶えてあげたいけど、はい、そのためにはやっぱ、まあ、大谷自身打つ方はね、まあ、別としてやっぱ大谷が投げてる時に打たないと、はいまあ、そういう可能性が低くなるよっていうことだよねそうですね、うん、チーム自体のそうだだから頑張れよとそうですよねだけど大谷ってやっぱり注目されてるというか人気があるというかさ、はいですよまあ、大変だよな、まあ、そのね一つの理由にやっぱマナーの良さだろうねそうですね、うんうん、例えばゴミをパッと拾ったりだとかさ、うんまあ、最近ではちょっとガッツポーズとかちょっともうおいちょっとあんまり派手にやんなよって思うけど、うん、それは報復っていうのがあるからさあ、まあ、そうですだからやるなよとは思うけど、うん、でもやっぱこう大谷を見てて不快に思う人っていないよね誰もいないですねやっぱり純粋に野球を楽しんでるというかさ、うん、結果もそうだしなんか人と違うことを やれてるというかねまあ夢があるよねいやもう漫画の世界ですから、ね、漫画の世界だもんだしかもそれにいて愛嬌もあるし例えば審判のチェックにも愛嬌でジョークで返したりとかまあそうだね、うん、火の打ちどころがないといえばないけどね、うん、もう大谷のチームになっちゃったからねエンジェルスが、うん、それをみんながなんかこう認めてるし、うん、だから大谷をみんなが頼りにしてるっていうのはすごく心地いいよね見ててでそれで爽やかだからさ、はい、これからもどんどんね活躍してほしいけどね、まあ、あのここから頑張ってほしいということは、まあ、豊さんの久々にこのあのちょっと能力を使って預言者豊かもう今年はねでもね打たれた後は相手もね相当厳しく来るんだ、うん、去年までは、うん、打たれた翌日でもよしじゃあ俺はお前勝負したろって、うんうんうん、言って打たれてたんだけどさ、はい、今年はねやっぱ逃げに入るなピッチャー相手ピッチャー、うん、だから、まあ、1日置いて次の日ぐらい明日、明後日ぐらい明後日ぐらいに1本ホームラン打つ2日後ぐらいにそうです何どこほどこですかねいやまあやっぱりこうライトの方向だカウントはカウントまで言うのもう豊さんが当てるのはこれ当たり前になってきちゃったんでもうこれカウントだから3球目ぐらいまでには打つよ3球目以内にライト方向へポコーンとあ明後日ですねそうそうそうわかりましたはい、はい